ホテルのマッサージ上手だったよ。鉄塔狙いでいきます。難しいんですよ。モフモフで、モフモフで、ポーン。あーやばい。もうなんかすごい体が疲れてきちゃった。サウチ。12ヤード、マウント。ちょっと上げてるからね。車に弱。136の上げ。いいね、1回くらい上げて。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、大阪の一杯。大阪の一杯。
や、もうちょっといけたでしょ。お疲れ様でした。コピカハッピーニューイヤー。どうもありがとうございました。Thank you。 皆さん、お疲れ様でした。この2日間、私は結構アマタスプリングの魅力にどっぷりハマってしまいました。レギュラーティーは結構目標以上のスコアを出せたので良かったです。ただバックティーの前半がひどかった。どうにもならなかったですね。で、今回なぜアマタスプリングに来たかと言いますと、太平洋クラブのメンバーになりますと提携先で海外のゴルフ場がいくつかあります。その一つの提携先がアマタスプリングになります。なんとメンバーフィーで回れちゃうそうですよ。お得。なんとそんな提携先のゴルフ場が結構たくさんあるみたいなんですよね。それで実は明日からもう一つの提携先回ってきます。マレーシアのクアラルンプールカントリークラブです。どんなコースなんでしょうね。かなり有名なコースを聞いているので今から楽しみです。頑張るぞ。今日はマッサージして寝て明日頑張ります。お疲れ様でした。